札幌のシニアライフサポート協会。高齢者の頼れるワンストップとして、高齢者住宅から不動産の処分、身元保証、後見人、遺言や相続、さらにはお墓のことまで、さまざまな悩みを解決する手助けをしています。こうした困りごとの相談のほかにも、シニアライフサポート協会が力を入れている活動があります。2年ちょっと前からこの、健康、生きがいづくり応援と、こういうことにも取り組んできてまして、でもう一つの柱がこの、助け合いの共同体づくり。シニア世代の健康と生きがいづくりを支え、地域の人たちとも助け合いの輪を広げています。我々の合言葉の中に、元気なシニアがシニアを支えるっていうことで、北のビジネス最前線、今回は元気なシニアがシニアを支える、シニアライフサポート協会の取り組みを追った後編です。札幌の中心部に近い南2条東1丁目。ここにシニアライフサポート協会があります。北区あたりで介護付きであれば、ご提案できるところかなというふうに思いますね。高齢者住宅などを紹介する相談サロンは1階ですが、3階のセミナールームを覗いてみると、シニアの皆さんが麻雀卓を囲んでいました。本当にこれはね、時間があっという間ね、早いですもんね。脳に刺激を与える脳活の一つとして月に2回開かれている講座です。この講座に参加するまで麻雀牌に触ったことすらありませんでした。いや、難しいです。難しいです。もういろいろたくさん決め事がありすぎて覚えられないです。なのでなかなか亀の歩みで全くのゼロから始まったんで。そしてこの日は、舌や口の周りの筋肉を動かすことで滑舌を良くし、噛む力や飲み込む力を鍛えます。また唾液の分泌を促すマッサージなども学びます。他にもヨガやアロマテラピー、バランスボール、スマホ&タブレットなど、さまざまな講座が開かれています。シニアライフサポート協会が始めたある取り組みが今大きな注目を集めています。全国から反響が寄せられる理由は、国あるいは自治体ではですね、なかなかこういったことはできないんですね。会場を埋めたたくさんの人たち、シニアライフサポート協会が主催するシニアライフカウンセラーの養成講座です。老化による物忘れと病的な物忘れ、認知症や介護、相続など多岐にわたって学び、シニアの相談に総合的に応えられる力を養います。国家資格がカバーしていない高齢化時代に必要な資格として商標登録も受けました。
最初何ヶ月間かは参加者も10名ぐらいだったんですけども、社会福祉協議会だとかですね、あるいは札幌弁護士会とかそういった方々が応援していただいて、また講師も引き受けていただいたりして、でまあ、おかげさまで今延べ3000名以上の方がですね、このカウンセラー養成講座をまあ受けていただいたと。シニアライフカウンセラー養成講座は東京、大阪、神戸、福岡など道外でも開かれるようになりました。こちらは神奈川県から参加したご夫婦。東京の講座は日程が合わなかったため、わざわざ札幌までやってきました。私たち鍼灸師なんですね。で、まあ、このシニアっていうところにすごく興味があるって言ったら変ですけど、やっぱり自分のことも含めてやっぱり準備をしとかなきゃいけないと思いますし、そういう意味で、まあ、少し先に勉強して、で、まあ、自分たちと同年齢ぐらいの、まあ、高齢者まで行ってない方と今後どういう準備をしていかなきゃいけないのかとかっていうことに何か取り組めればいいかなと思ってですね。初級、中級、上級と段階的に学んでいきます。自分自身の就活に役立てたいというシニア世代やその家族、介護や福祉の現場で働く人たちの関心を集めています。札幌の岩崎健二さんは2年前にシニアライフカウンセラー上級の資格を取りました。国あるいは自治体ではですね、なかなかこういったことはできないんですね。民間の、まあ、資格であろうとですね、やっぱりそれを一つのステップとしてですね、自分は高めていくということが大事じゃないかなというふうにして、思いましてね、この資格を取りましたですね。シニアライフカウンセラーの資格を取った人たちの交流の場もあります。お互い情報交換をしたり、というような、みんな仲良くですね、シニア世代がですね集まって、やっていこうじゃないかと、決して我々の残されたのはですね、あの量ではなくて人生ですね、これから質をですね高めていこうと、そして自分を磨いて、さらにですね社会に貢献していこうと。シニアというのが消極的でなくて、むしろ積極性がですね期待されるんじゃないかなと。シニアライフカウンセラー、この資格の生かし方は人それぞれです。ここは今年5月にできたばかりの高齢者住宅、要介護1以上の高齢者が対象です。この施設で週に3回入居者にさまざまなレクレーションを提供する有馬恵子さん。どうでしょう、このこれハートに見えますね、ハートに見える。シニアライフサポート協会の職員でカウンセラー上級の資格を持っています。この日はバルーンアートを作りました。いや、まあ意味ない、まあね、ここ来てるみんなと顔しながらやるからね。できたバルーンアートは部屋に持ち帰ります。近くに住むひ孫にプレゼントするそうです。毎日来ますよ。毎日ね、暇を見てね。入居されてる方もこういうサロンがあると楽しいですし、あと施設側としては、あの仕事がここにいらっしゃることによって、あのお部屋の清掃とか、あとお食事の誘導とかやりやすくなる部分で、施設側にとってもメリットがありますし、入居者の方からとっても元気をもらってるのも事実です。逆に皆さんに生かされてもらってるなっていうのはつくづくずっとそれは感じてます。山花にあるこの施設はシニアライフサポート業界が取り組む
助け合いの共同体作りの拠点の一つです。七夕の日には地域の人たちが集まり、入居者と交流しています。提携する施設をさらに増やし、シニアライフカウンセラーの資格を取った人たちがそこで交流サロンを運営していく。それがシニアライフサポート協会の目標の一つです。まだまだお互い助け合うまでにはですね、数多くのいろんな職種の方とかご経験された方のお手伝いが必要でございますので、全国にそういった仲間をさらに増やしてですね、助け合いの輪を広げていきたいなとこのように思っています。悩みや困りごとの解決、健康と生きがい作りの応援、助け合いの共同体作り、シニアライフサポート協会の活動には元気なシニアの応援が必要です。これからますます人口減少していき、若い方々も減っていきますよね。だとするとやはり元気なシニアにはまだまだ、いっぱい経験もあるし知識もあるわけなんで、活躍していただきたいということで協力を仰いでます。我々無料でいろんな相談に乗ってますんで、気軽にですね声掛けしていただいて、身近なところにシニアライフカウンセラーがいましたら SOS も出していただくのもよし、仲間として一緒に楽しむのもよし、とにかく輪を広げていきたいとこう思ってますんで、今後とも皆さんご理解どうぞよろしくお願いします。超高齢化社会を生きるシニア世代のために何ができるか、シニアライフサポート協会は常に考え行動していきます。